ユミカオルは日本の女優。本名、西辻ユミコ。京都府京都市生まれ、6歳から兵庫県川西市で育つ。血液型 B 型。身長157センチメートル。体重44キログラム。スリーサイズは B86 センチメートル、W58 センチメートル、H86 センチメートル。本人によると、スリーサイズは、 デビュー当時から現在までほぼ変わっていないという。私立梅花高校中退。有限会社、トゥフロントと、業務提携。1962年、小学6年生の時に、西のバレエ団へ入団し、1965年、サンデー新調、1966年、午後11時に、出演。 抜群のプロポーションと愛らしい風貌と、アミタイツ姿で人気を集める。1967年、音楽番組、レガールズで、カナイカツコや、ナミエツコらと共演し、ミニスカート姿で、マリリン・モンローのレパートリー等を歌って踊るシーンが、話題を呼んだ。歌手としては、1967年からの、クラウンレコードを皮切りに、フィリップスレコード、ミノル・フォン、 コロンビアレコードと転籍する中で、レモンとメロン、炎の女、シナノカは、別れる前に、ちぎれ雲などを発表する。女優としては、1966年に映画、夜の薔薇を消せでデビュー。1973年の映画、同性時代京子と、二郎で、初ヌードを披露。同年には映画、シナノカはにも出演。美しい和服姿と、大胆なオールヌード。 処女喪失シーンが話題となった。1974年の、ノストラダムスの大予言、エスパイ、1976年の、超高層ホテル殺人事件でもヌードを披露している。同年、東映の大ヒット映画、トラック野郎シリーズ4作目、トラック野郎、天下五面のマドンナ役で出演、同時に、夜の一人ごとが、挿入歌として使用された。1986年から、 人気時代劇、ミトコーモンに、カゲロー・オ役で、レギュラー出演。番組の中で披露される入浴シーンは、名物となり、疾風の応援と名前を変えて活躍した。なお、ミトコーモンには、カゲロー・オ役以前から何度もゲスト出演をしていた。合気道四段の猛者でもあり、劇中では今なお華麗なアクションで、お茶の間を楽しませている、アクション女優としての一面もある。 1986年11月10日、草の根保守運動として開催された、天皇陛下御在位六十年大宝祝祭の銀座七丁目、前の式典で挨拶をしている。2002年に、ノーベル物理学賞を受賞した小柴正都氏が、ユミの大ファンで知られるほか、衆議院議員の渡辺光三も、大ファンで、渡辺が民主党国対委員長就任時に、プレゼントを贈った。 日本沈没、エスパイの原作者である小松佐京もユミのファンであった。出身地、兵庫県川西市の現地のふるさと大使などを務める、水戸公門第41部をもって、同ドラマのレギュラー出演を交板することを正式に発表した。2019年3月27日に37年振りとなるニューアルバム、 ジュエルボックスを発売、キャリア初のインストアライブを開催した、アース製薬、ユミカオル&、水原博ロ昭和40年代には、アース製薬のカ取り専攻、アース渦巻きの CM キャラクターとして起用されていた。この宣伝を兼ねた、放浪看板は、ほとんど必ずと言っていいほど、水原博ロの、ハイアースと一体になって街中至るところに張り出され、 現在でも運が良ければひなびた、山間部のバス停や古い農家の土壁などで目にすることができる。歌手活動時に、後に、ガロに参加する m a r 稽古と、堀内守が在籍していたジエンジェルスがバックバンドを務めていたことがあった。1979年7月21日、羽田から、 和歌山県南紀白浜行きの都は国内航空381便の YS-11 に登場したが、離陸後に後輪の左車輪が故障し、出せなくなっていることが判明した。同期は羽田に引き返し、前輪と後輪が右側のみの片輪で着陸した。着陸後、速度が落ちた機体は足のない左後方に大きく傾き、 胴体を滑走路に激しく擦りつつ、機体の前後がほぼ逆に向いた状態で何とか停止。幸いにも、爆発や炎上などはなく、弓を含めた乗員乗客は、全員無事だった。なお2004年にこの時の YS-11 機長と、ミノモンタ司会のテレビ番組の中で対面をしている。1986年4月の初披露以来、名物ともなっている。 ミトコーモンシリーズでの入浴シーンは2009年の放映で累計200回になる。一つのドラマシリーズで同一人物が入浴シーンを200回以上演じることは極めて異例であり、また同年に同シリーズが放送40周年にして第40部に突入という記念の年であることもあり、放映200回を達成した時点で1ドラマシリーズにおける1俳優の ニューヨーク新放映回数の世界最多記録として、ギネスワールドレコーズに申請する予定と発表されている。2010年4月12日放送開始のミトコーモン第41部を最後に交板する旨を表明。なお、ユミの実質的後継者として、同年秋から放送予定のミトコーモン第42部から雛形秋子が新キャラクターとして起用されることが決まった。 また、第1話で、ユミが、ゲスト出演し、新給料女優が共演することも決まった。水戸コ門の、入浴シーンでは、ベージュの水着を着ていた。所属事務所が、渋谷の近くにあるため、週に一度、渋谷109に通い、ギャルファッションにチャレンジしている。中村新海、著、永遠の東方映画俳優、ユミカオルインタビュー熊谷処房2014年。 オリジナルアルバムベストアルバム。ありがとうございます。